つもり駅は、大阪府大阪市西成区つもり1丁目にある、南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は、NK06 から2。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は、塩見橋業ホームの岸の里玉出寄りにあり、岸の里玉出港ホームへ行く際には、校内踏切を渡る必要がある。トイレは改札内の岸の里玉で方面ホーム側に、あり。 男女共用の推薦式便器を使用している。なお、乗り場番号は設定されていない。駅舎の少し北寄りにはホームに直接通じる階段が設置されているが、現在はホーム部分が柵で覆われているため、道路から直接ホームに向かうことはできない。2019年時の1日平均乗降人員は774人で、ある。潮見橋線の駅としては6駅中2位である。 近年の1日平均乗降乗車人員の推移は以下の通り。駅前にある西成公園と西成高校は、かつての第二本望石木津川工場跡地で、当駅は工場の最寄り駅として公員が数多く利用した。工場の関連施設や商店なども立ち並び、駅前は現在では考えられないほど賑わっていた。少し歩くと、 阪海電鉄の鶴見橋通駅もあり、乗り換えができた。駅南の踏切を渡った先には、積もり商店街があり、鶴見橋商店街へ続いている。大阪市ティバス大阪不統計年間、大阪不統計年間大阪不統計年間、大阪不統計年間大阪不統計年間、大阪府統計年間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  大阪府時計年間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 大阪年間大阪府時計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 計年間ありがとうございます。